皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思いまーす。はい。草コイン新聞購読視聴規約ということでね、ここで一旦動画を止めていただきまして、大きな画面で、えー、ここに記載されている第1条から第7条をお読みください。どっか一点でもね、えー 承諾できないというところがありましたら、えー、ここで動画を止めて他の人の動画を見てくださいすべてね一期一句承諾するという方のみ、えー、この動画のね、次を見ることができますそれでは行ってみましょう2019年3月日日土曜日暗号一産草コイン、中野研究会今日はね寒いですね千葉県松戸市 昨日の日中がね、すっごい暑くてですねまあ、24度ぐらいいったんじゃないですかね直射日光25度いったと思いますよ、すっごい暑くて夏日でしたね、T シャツ1枚でも暑くてあのう汗かきながら仕事していましたそしてね、あの夜になってね、急に冷たい風が吹いてきたんですよ、なんだなんだっていうぐらい寒くてあの嵐になりそうになってですね で夜中10時ぐらいになってですねなんとみぞれが降ってきましたみぞれが降ってきましたカタ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 っとなってね、うん、それでねびっくりして急に寒くなってねでエアコンつけましたねで今日の朝もねやっぱり寒くて先ほどまた雨がポツポツ降ってきましたね、えー、空模様うがね、まあ、曇りってでどんよりしててね、えー、もう夏が来た春が来たのかと思ったらまた 役戻りって感じですね私のね家の裏庭のねしだれ桜もねあのつぼみが結構大きくなってね一輪だけ咲いてましたよもう桜がねもう <laughs> 一輪だけ桜が咲いてあー綺麗で可愛いなと思いましたねあとはえー、っとね毎晩ねまた YouTube ライブやってますんでねあの皆さん参加されたい方はねまああの YouTube ライブはね、えー、YouTube ライブじゃなくて YouTube、ライブやってます。はい、<laughs> FX とね、仮想通貨、マクサコインとかメジャーコインとか、<laughs> FX とね、仮想通貨のライブやってます。YouTube 使ってないんですよね。はい、ある特別なセキュリティガチガチのですね、あのすごく画像が綺麗で、音声もきね、あのサーバー使ってますが、またねあの、参加されたいという方はお問い合わせください。 楽しいですよ、毎日ね。あと、あの、前、LINE グループやってましたけど、また復活しました。で、LINE じゃないですね。今回またセキュリティがガチガチに厳しいですね。えー、はい、アプリを使ってやってます。まあ、もちろんパソコンでも使えるしね。うん。あの、スマホでも使えるんだけども。まあ、あの、いろんなね、あの、<laughs> ことができないようにですね。セキュリティがガッチリとしたものを使って、 また皆さんね、一人一人お呼びしてますので、えー、まだ呼ばれてないっていう方は、えー、ちょっと私までね、えー、メールか電話か、LINE でお問い合わせください。基本的にはね、えー、っと、まあ、毎月1万円払ってですね、えー、草コイン新聞を購読されてい,るいらっしゃる中で、個人情報を提供された方のみですね、 はい、あの身元確認がきちんとできて、まあ、悪いことしないってことが分かっている人だけですね。<laughs> 呼んでますのでね、基本的にはその投,資家投資に興味ある方は億万長者しかいないので、億万長者が狙われないように、ね、私のねファンの人が狙われないように、えー、壁を、ね、厚くしてセキュリティデでガードしてますということになってます。安心してですね、えー、私たちの仲間に加わって 資産を増やしていくような勉強をしていこうではありませんかはい、それでは今日はね本日のお題なんですけれどもなん,なんと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 体の枝が14.15%の大冒頭中ということでね、まあ、今朝気づいたっていうかね、まあ、新しいですねあのグループ SNS コミュニティのねグループのニューヨークのニューヨーク在住の方からね 教えてもらったんですけども、<laughs> コインマーケットキャップ見たらね、だいぶ途中だったんですよねで。ちょっとコインマーケットキャップをね、見てみましょうか。はい。コインマーケットキャップですね。はい、こちらなんですが、あビットコイン44万3000で、まあ、そこそこ変わらないという中で、 10位のカルタイドですね。なんと、あ、13.88%ちょっと落ちましたけど、結構上がってますね、これだけ。まあ、これも使ってるから、ビットコインキャッシュもね。ただ7.99%ですね、これ。24時間でね。じゃあ <coughs>、1週間に直してみましょうか。7日がちょっとお待ちくださいね。これ時間かかるんで。カルタの枝ここ10、10位まで戻ってきてますね、カルタの枝ね。 お待ちください <coughs> 結構時間かんだよこれね2100以上のコインをですね 1, 1枚のウェブページに表示するには結構時間かかるんですよねはいできましたね体の枝ああ1週間で約19.1920%上がってますね1週間でねちょっと体の枝見てみましょうか でカルダネーーどこで買えるのかというとね、カルダネータをポチッと押してですね、でこの市場、市場っていう市場,市場ですね、を押していただいて、まあ、こんないっぱい、ここですね、買うことができますで。通貨ペアもいっぱいあるんで、イーサリアムで買ったり、USDT で買ったり、ビットコインで買ったり、いろいろできるんですが、えっ、ー、とボリューム、24時間の取引金額が大きいところで買った方がいいですが、 い,いので ZBG ってどこですかねちょっと分かんないですけど世界の取引の28.33%は ZBG ですねただまあ僕はバイナンスがいいと思いますけどねビットコインで買えるんで,で14.90%もあるし100万,万1万1 3 6億円も取引されてますからね1日にねでこうします通貨ペアのとこねはいそうすると、まあ、翻訳はしなくていい <laughs> 出てきますね上がってるね 1これ一時間足ですが、ビットコインに対して上がってますね。ビットコインも上がってるんでね。ビットコイン自体上がってるので、ビットコインに対して体の色上がってるから、掛け算になるんだよね。上昇率は掛け算になります。上がってるね。上がってる。上がってますね。えー、っと、あ、だいぶ、あれなんですか うん、上がってるっさってまあもっとね80円90円で買ってる人もいますからねうんまあここで買ったとしてもまだただこのままいきそうだねこれねひょっとしたらこれ上がるんじゃないですかこれ粉げはないんだけどこれ1日足冷やしだから昨日今日すごい上がってますね、うん、このまま行けばいいですね 週足で見るとまだこんだけなんでね。ああ、ただここの移動平均線、まあ中期移動平均線は完全にぶち抜いて。ああ、でもここら辺でもうあれか。ゴールデンクロスになってたんですね。<coughs> これマックデ d かな、これ。あ、MacD か。ゴールデンクロスついてたんですね、これね。1時間足はすごいね。 ああさっき見たか。二次関心。体の枝、夜明けじゃけんですね、これ。ル体の枝はね、取引金額がすごい大き,く大きいので、流動性がありますから、流動性があるんでね、買っても大丈夫なんですよね。買ってダメなコインと、買っても大丈夫なコインってあるんですよね。仮想通貨はね。 でそこを、あの、いくら爆上げしたからって言ったって、じゃあ売るときに、買い手がいないコインがあるんですよ。だそういうのはねし、して、してグループによるね、あの、価格釣り上げの可能性があるので、まあ株でもよくあるんですけど、十分に気をつけてくださいね。外国絡んでますから、何がかわかんないんでね。うん、でもカルダネードは良かったですね、これ。うーん。 上がってますね、体の枝、押し目買いです。押し目買いじゃなくて、おしめ買いか。まあ、難品っていうか、<laughs> そうですね。ちゃんとした陽線がきちっとガーッと出てますね。これね、1週間でね。<coughs> うわここ、ここで買いたかったよね。こういうところで買いたかったですけど、そんな無理な話なんで。ここが一番安かったですね。 えー、去年の12月14日ですね、そこから上がってんだね、もうね。まあ、持ってる人は当然分かってたんでしょうけど、うーん、まさかここまで上がるとはね。カルダのエーダー所有者の皆様、誠におめでとうございます。このままね、ブーンっていってしまってですね、えー、いカルダのエーダーが。 えーまあ、100円をこ、まあ、100円超えもこいつましたよね。そういえばね、一番いいときね。一番いいとき、いくら言ってたんだっけな。百何十円か言ってましたよね。ここですよね。一番いいときね、えー。いつやったんだろう。去年の1月5日か。いくら言ってたんですかね。これね。1.15ドルか、アメリカドルだから、140円ぐらい行ったんですかね。 ちょっとわかんないですけどね。130円ぐらいかちょっとわかんないですけど、正確にはね。まあ、いくんでしょうねこうな。なんとなく上げてるんでね。うんちょっとあの、ファンダメンタルだけちょっと確認してみましょうか。<coughs> 仮想通貨ニュースちょっと見てみますが。 えーうん、特にないですね。何かあるんでしょうね、きっとね。体の枝がどっかの、うん、インターネットカジノで採用が決まったとかね、決まるとかね、そういう情報が流れ出したのかもしれないですね。うんまあ、ブレグジット とかかいう不穏な動きもありますからね、まあ、アメリカドル売って日本円買おうっていう動きがすごい活発ですよね。まあ、あのちょっとこの後、どれ FX やりますけれども、うん、はい、ちょっとカルダネイダーはこれで終わりにしますね。あとは、えー、ちなみに他の草コイン少し見ちゃいますか。せっかくなんでね。 はい。それで、この7日間、ちょっと今押します。ちょっと待ってくださいね。体勢が整ってから押します。途中で押すとね、ちょっと壊れちゃう。壊れちゃうって遅くなっちゃうんで。これでいいかな。あ、まだですね。これがドルが円にならないといけないんでね。うーん。まあ、徐々に徐々にではありますが、回復基調ではありますね。もう買うんなら今ですね。仮想通貨、買うんなら今ですね。どれ買うかが問題ですよね。<laughs> 基本的にはこう、 まあ、時価総額上位のですね、やつ。または、その、これボリュームを押すんですよ。ボリュームを押して、えー、ちょっとボリュームを押しますよ、これ。ボリュームを押して、ボリューム点24時間のですね、取引金額なんですよ。上位ランキングで、しかも安いやつ。これは上位ですよね。で、価格が安いやつを選ぶんですよね。それと、リップルとか、えー、トロンですね。カタネイドルタナエダー。 AC アークブロックですね。などなど ZB とかですね。で、本当は0.1円以下、こういうのですね。V チェーンいいですね、V チェーン。はい、もうこういうふうに選んでいくと。ゲーム .com とか、ゲーム .com とかね。うん。これ、安心、放浪とかね。うん。 選んでいくというのが一番いいかと思いますよ。で、えー、7日間のですね、えー、上昇率、ちょっと見てみましょうか。ああ、コントラクト、コントラクトネットってのは4261%。ちょっと見えないちょっとお客しようか。そうだな、こっちお客すると今度こっちが見えないんだよね。4261%ですね。うーん。 あ、ちょっと。あ、見ればちょっとな。はい、すいません。あとは、フレイコインが2863%。いや、もう上がってますね、これ全部ね。うん、草コインすごい上がってるんで、ただここ気をつけなくちゃいけないのはボリュームですね。まあ、ここで買えるのは、1万。1億3500万かな。これが、 コニーっていうのが5円47銭なのでまあ、まあまあ、そこで買えるかなと、うん、ただまあ一応今後ですねビットコイン基軸とがビットコインの価格が上がってくればお金がすごく流入してくるのであの下々の草コインにもお金が流れ込むのでねこの24時間の,あの取引金額は大きくなりますからまああの買うなら今だよね 買うな,なら今仕込んどいて50個か100個ぐらいね1000円ずつ仕込んでおけば、まあ、それが500倍1000倍1万倍になる可能性は十分にありますね1000円が1万倍になると1000円が1000万円ですからね1000円がねでなんとストロングハンズ <laughs> ストロングハンズが102.23%上昇ですね上がっています、うん 0.00016円ですけどストロングハンズ <laughs> 頑張ってますねうんやっぱりいいコインですねやっぱりストロングハンズねはいということで仮想, <laughs> 仮想通貨についてはまあこんにしておいて XM だねで、まあ、まあドル円来週ぐらいからねもう、えー、中野研究会の、えー メンバーはですね、まあ、週刊草コイン、週刊草コイン購読者、まずひ月1万800円ですが、あ、そうだ、あの、そうですね、1月1万800円なんですが、週刊 <coughs> あの草コイン投資のほかに FX もやってます。それであの、個人情報を提供された方はですね、毎晩10時半から12時まで1時間半ですね、<coughs> あの、 リア,リアルでの、はい、実況中継というかまあライブでのですね FX もやってますから、えー、もう1月2月3月で3ヶ月間ねやってほ結構な人,人たちがですねあの利益を出してきてますねでまああの先利益が出たらねすぐにリグっちゃう人とか損失が出たらすぐに損失確定しちゃう人とかっていうのはまだ,いるまだまだいますからそういう人はまだ 慣れなくちゃいけないかなと思いますがね。で、昨日ドル円下がりましたね。むっちゃくちゃ下がりましたね。うん、その前の日も下がってですね、私たち中野研究会でですね、まあ、夜、その前の日ですね、まあ、FOMC が、えー、行われるっていう日ですね、その日の3時間ぐらい前に、えー、ライブでですね、 IFO の設定をみんなで決めたんですよね。はい、レンジブレイクした時の IFO 設定を。まあ、上に行ってもいいし、下に行ってもいいしっていうのをダブル設定して、で下の方で引っかかったんですよね。で、まあ一番良く、いいところで58ピプス取れたんですけど、まああの、ヒブ装置体が30ピプス取っちゃったんでね、いつも25ピプスだったんですけどね。 利益50ピップスだったのを、ちょっと110ピップスも <laughs> 設定しちゃったんで、はい、トレーニングストップで結局は利益出たんですけど、あのいつもの設定だったら58そうです、ね、50, 50ピップス、まあ。僕だったら500万円取れたんですけど、結局戻っちゃったんで、えー、トレーニングストップ30ピップスに設定してたんで、えー、26.8ピップス取れましたね。僕は268万円の利益が2日前に出ました。 で、その後ですね。まあ、ちょっと横横続くかなと思ったら、またドーンと落ちましたよね、これね。落ちましたよね。ただこれブレグジットとか、ま、いろいろなんかあったんでしょうけれども、ここはね、IFO は設定してなかったです。あの、もう取れたんでね、とにかく500、50、500万は取れなかったけど、268万取れたんで、また来週やろうって話してたら、えー、またゴーンと落ちましたね、これね。どのぐらい落ちたんですかね、昨日。昨日の夕方ぐらいからですよね。 うわ、100ピプス落ちてますね。<laughs> 100ピプス落ちてます、これ。で、これはね、あの、IFO 設定してなかったんだけども、えー、夜中のライブの時にですね、えー、入りました。少し撮りました。ここら辺でね。こ、まあ、こら辺から、前回底ねから入ればよかったんだけど、ライブ中だったんでね。まあ、ちょっと、あの、成り行きで入りました、ショートね。 そして昨日は確か34万円か。34万円取りましたね。で、その前の日もですね、IFO で260万ぐらい取ったんだけど、その後ライブ中にですね、このロングのとこね、ロングのとこで、えー、確か60、えー、60万ちょっとぐらい取りましたね。ライブ中に結構取るんですよ。ライブ中にまあ、 成りき本当はやっちゃいけないんだけどね、長野研究会の前ルールではね、ただあのライブ中なんでね、いいかなと思って、ここで60万円ぐらいかな、昨日は34万円取ったんですね、だから2日で90万ぐらい取ったんですよね、ライブ中にね、うん、だから100万通貨の人は9万円だし、まあ10万円、2万あの証拠金2万円しかない人は10万通貨しかかけられないから、ライブ中に2日で9000円ですね。 ライブ中で2日間でたったの2日だけど9000円、あとここで26.8だから2万6800円なんで3万5000円は取れてましたね、2日間でねはい中野研究会はね2枚の証拠金で3万5000円は取れてたんですよまあだからあの海外のレバレッジは結構高いので資金効率はすごくいいかなと思いますはい毎月1万円なんていうのは全然あの2日で2日で そうか2日で万まあただ毎日毎日 FX やってるわけじゃないんでね僕たちはその毎日やったら負けますから <laughs>、はい、お金を稼ぐためにやってるわけじゃないから、うんまあ、自分のルールを作って自分のルールを守るためにやってるわけだからでお金はあのけっあのついてきますからねお金は結果なんでね1億も5億も10億も100億もついてきますからやることやれば。 で、やることは何なんですかって話をずっとしてるだけです。で、ビジネスやるんだったら、まあ、サラリーマンだったらやること決まってるよね。上司から言われたことをやればいいですよ。で業、独立して起業したら、まあ、花屋でもケーキ屋でもね。で、何をやれば結果ついてくるんですかと。お金が、ね、ついてくるんですかと。それは自分で考えないといけないよね。事業なんだから。で、FX、まあ、株もそうなんだけど、FX については、 何をやったらお金ついてくるんですかと、結果ついてくるんですかって話を、まあ、やってます。だから哲学的ではあるんだけど、その哲学を理解しないと、こうあの金融投資では勝てないですね、うんで。もちろん仮想通貨につきましても、お金を求めたら、お金のために、ね、投資するんであれば、それは誰もお金なんて手にできないですよ。うん、やることをや,やれば、 結果はついてきますから、原因と結果の法則であって、じゃあ原因は何なんだっていうことですね。FX の原因を追求すれば、結果は絶対ついてきますから。100億なら100億の原因を追求すれば結果的、結果の100億円はついてくる、えー。仮想通貨についても全く一緒ですね。その話を毎晩毎晩やってますあの。頭では分かってるんだけど、<laughs> 体が言うこと聞かないんですよね。 体が言うこと聞かないんですよこれをあのきちんとね体に身につけるためには3年4年まあ一生身につかない人がほとんどですけどね、はい、一生身につかないまま全財産を失っちゃう人がほとんどですけどまあそれをね半年1年でね身につけて、えー、億万長者になるっていうのが私たち中野研究会の目的ではありますけどね。 はいということで、まあ、こういう、ね、あの急なですね暴落なんかにも全然、あのー、利益取れてます。で中野研究会は上行っても下行っても取れるようになってますから、あのー、見ていてあの気持ちいいんだよねどっち行ってもいいよってことなんで、はい、ほとんど負けない大首に便たっていうか、まあ、負ける確率っていうのはあの少しあるんですけどね。 うん、それのリスクをあのだいぶヘッジしていって、これからオプションを使ったり、です、ね、え他の通貨ペアの両立てをやったり、でですすねね、えー、そうですね相関関係があるペ通貨ペアがあるので、まあ、そこら辺の両立てを <coughs> やったりしながら、まあ、両方利益を狙っていくというのもできるかなと思ってます。はあ、リスクをヘッジして、ですねで <coughs> 利益を出すというのが金融投資のです、ね、当たり前ですからね。 まあ、あのヘッジファンドがやっていることを、えー、投資金額は小さいながらも、私たちもやっ,てるってやっていくって感じですね。はい、それでは今日はですね、体の枝が爆上げを開始したというお話をさせていただきました。<laughs> えー、今日の夜ね、またライブやりますので、来てください。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。